行して港出ていきます。今日も大きな出会えるといいですね。前方に怪しい船がおる気がした。橋、うん、ちょっとやりつけてみましょう。港が近づけちゃう。 OK、 おはようございます。おはようございます。今日は40キロ取りましょう。50 38。記録更新ちょっと1キロちょっと勝っちゃうな。はい、先輩の五郎丸の五郎船長です。おはようございます。おはようございます。いや、このおはようございます。頑張りましょう。じゃあ、お願いしときます。お願いします。着いたぜ、この野郎。あ、待って、忘れてないっすよ。忘れてないよ。なんか前回忘れてはならない。忘れてはならない。さあ、準備していくぞ。はい、じゃあ、気合入れてけ。よっしゃ、ちっちゃシャッシャッシャー上げていこうぜ。いけ、トシ。えい、いけ、無理。すごいな。大丈夫か。ほらさあ、スーさんも釣っていこうぜ。今日はね、自己記録更新を狙っていきます。もう出たらマジでかいの見ちゃってるから気合入るよね、これ。ちょっと波もベタなぎじゃないぐらいでいい感じやね。なんかだいぶ女子女の子乗ってた今日。そしてトシはちょっとジャンプするこっち投げんな。あ、まっすぐ投げる。仲良くやってくれよ。今日はタックル8号やってっから俺。なんか悲しいことあったんかな、細い糸使っとて。なんか糸巻き替えとったよね。あれ高いけ、あれ余裕のマンゴーエール。釣りガールが投げる。釣りガール大丈夫。靴ニューバランスあんま良くないんじゃない。え、ノーバランス。ノーバランス、ノーバランスだった。マジで。いいですね、キャスティング。おもろそうや。出るわ。雑誌はこれ。バブルディップ。バブルディップ、ポッパーね。はい。じゃあ、ムーニーが寄せる役目。え、釣れんの？するのはもう、度外視で。はい、年は、ダイワカドラー。カドラー。いやー、形もいいね。うん。これは取れそうですね。出そうな気がする。はい、味が見は。これ、8号タックル、リーダー170。ベッチュフラッシュブーストの220。めちゃめちゃ気合入っとるやん。気合入ってます。でかい太い糸ででかいルアー投げて。で、春のヒラマサは、はいはい、まあでかいっていうのもあるけど、ワンチャンスを逃さんことが大事やから。マジでそれ。あ、どっか誰かワンチャンス逃したり、すくい飛ばしたり。おーおーおお、え、スキートベーター。あ、スキートベーター。あー、はい、じゃあ腕を壊したんで、タックル6号に持ち替えます。はい、はい、早くも持ち替えます。お、これはウッドプラグ。リバライズくん200。この 7点の5パワー。14000番。めちゃめちゃいいタックル。あ、6号、これ6号タックル。6号タックル。どうしよう。1投目よう取れんかった。あ、見えんか。あー、だだだ、はいはい、あ、取れるよ。取れる。クイズだよ。フックセッティングをちょっと。あ、いい。改良して。おお、いい感じ。いい。これ食う。今日の目標はこいつで釣ろうかな。じゃあそいつを投げ倒さないかんね。8号は使わないと今日はもう。いや、なんかこうチャンスと見るやいないや、はい、8号投げ出す。サメおったりするもんね。そうそう。とりあえずね、ちょっと一発誰かチェイスあれば可能性は広がりますんで。ちょっとチェイスあったらじゃあやってもらったらね。前回トシがいいよな、やったもやった気はするけど、言わんやったみたいな。内緒にしよった。なんで内緒する。多分ね、もやって。そうそうそう。自信なかったもん。今日は行けますよ。今日はみんなちょっと気合い違うね、やっぱ。
糸巻き替えてみたりルアー買ってみたりで、昨日一昨日か、ムーニークラスのヒラマサお客さんがゲットしました。このサイズですからね。マジ俺ぐらいあったよな、マジであった37キロあったけど、サブ7 あれすごかったね。いや37やばかったマジで、報復丸レコードでしたね。いやあれすごいよ、ハモに入らんやと思うね。うちの漁協にあるマグロの箱の一番大きいやつに、うん、尻尾飛び出たもん。おお、あれじゃ、あんなでけえ箱も初めて出したし、ヒラスもすごかった。すごかったな。マジでやばかった。今日は俺が釣る。タモはしっかりトシに任せて。いや、トシには任せない。なぜ？トシだけに。それはなぜ？カメラをすぐトシに渡すって、お前が作って、ムーニーが尻からす、あのフォローを入れる。あ、もう段取りは決まった。そうそうそう。前後ですから、ね。頭奥まで入っちゃったに、3分の2出ちゃったもんな。どうするっつって。いやマジでかけてよ、やれやれよ、乗せてよ、かけてよ、朝日に向かって行けー。無理、またなんかいじってますね。ちょっとね、浮力調整だいぶ落ち着きないっすね、さっきからルアーがガチャガチャ触って。あ、針の交換っすか。はい、ああで37キロは別注160やったな。別注160、うん、別注160の前の方フラッシュブーストじゃなくてイワシからみたいな。しっかり誘い出しでも出たってことだもんね。サメおるけんね、サメ絡みはでかいの出るね。おるね。いや楽しみあります、ね、いや楽しみだよ。投げ続けていきましょうね。いやそうそう、めっちゃアイコス吸いながらやっぱ投げ続けるとね。いやそう、チャンス一瞬なんで。いやほんとそう、水の中にルアー入ってないとね、無理に。いつまでやってんすか。ちょっと待て手震えたりさせる。何やそのか。ん、え、いえ、なんやその顔つった。いえ、すいません、そう聞こえない。俺がだいぶちっちゃくて聞こえとった。出てない。え、水尾あるの。マジ今チェイスあった。あったな。おお、マジチャンスやん。水面追尾、水面ちょっクリアオータやけんさ、うん、一発目でちょっかいかけたやつがかからんと厳しい。いや間違いないね、一発でボフとね乗ってくれやいけん。ブリスク180、ブリスク180、前回のヒットルアスね。どうぞ、そのつま先大丈夫か。その立ち方やばいぞ。右足その黒いとこ乗した方が楽だね。そうそう、そうだ。そうじゃねえ。そうじゃねえ。危なかった今。両方つま先立ちになってた。鳥のパラパラいるエリアに移動しました。すいません。待ってます。ハムカツ卵パンが喉に絡まってます。なかなか今日はね。ちょっとベタなぎでもある。でも必ずチャンスは来るけど、いや間違いない、アルマサと高千恵君、一瞬のチャンスを見逃さんようにやっていくぞ。まだまだです、まだ時間的には早い。そう、気合い入れていけ、頑張ります。もしくは、はい、お元気なさすぎて女の子座りになって確かに腰痛い、だいぶね疲れてきたよ多分、ね、まだね12日の疲れがね。ああ、この間の。そうそうそう。メンタル。え、メンタルってなんか、なんかあったんですか。緊張すくい。まだ朝すもんね。まだ8時半ぐらいなんで。だ日中になっても出る。出る出る、全然出る。出る。あ、潮の具合ですかね。あと餌の溜まり具合。前回もこのぐらいで一回出ようなかった。出た出た出た。ね、全然出たよ。すごかったもんね。お、もう到着です。到着です。頑張って投げていきましょうね。はい。鳥おるよ、あそこ。あ、これなんかちょっと怪しいな。おおおおおお、飛んでない、なんかバシャってな。マジであるよ、あそこ。ちょっと鳥来てるね。鳥があるよ。今何頭ムーニー。2100。トシはこれが3000か。3121。これが1900ぐらい。1900めっちゃいったな。これね、8192回目にすごいの引けるね。おお、一発まくりバーンと消す。そこまで投げていこうかなと思います。おお、頑張らね、まあ、諦めちゃダメよ。おお、まあ今からもうラストチャンスかと全通パイを思いますんで、見ていてください。ですアンダー、あ
頑張ってくれよ。チャンスじゃん。今そこ出したよ。ほら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 。マジ？11時30メーター。チャンスありそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。絶対釣れると思ったんで。ここ最近の情報、潮が反対に止まって、はい、潮の具合でしょう。またすぐ来ます。すぐ来ます、本当に。決めて。またじゃあ予定合わせてもらって一緒に行ってください。はい。頑張りましょう。はい。わかりました。お疲れ様でした。いるか。えらいゆったりゆったりやねん。でかい。おーおーおー、いっぱいいた。めっちゃおるやん。めっちゃいた。すげえ。なんかイワシでもあれば投げ込んでやるのにね、うん、はい、ワンワンじゃなかった。すごいなこれ。めっちゃイルカおるやん。気候中にイルカウォッチングが始まりました。いや違う違う、イルカウォッチングをしに来たんやけど。あ、そういうこと。こっちメインだった。メインメイン。野生のすごいな。すごいね、でかかったの。でかかった。あれはムタイルカではないことは確かに。ムタイルカ小型やもんね、あれ。ムタイルカこんぐらい。家で飼えるやん。おー、でいいんか。おー、おー、石川ウニ取りしようときと石を取る。バッフンつって浮き上がってくる。